鼻とか顎のイチゴ毛穴とか頬のオレンジ毛穴が気になる人におすすめな商品。てかなんかめっちゃザラザラ取れてる感じする。やみちゃんです。今日はメイクも毛穴汚れもまるっとすっきり毛穴なでしこの重曹クレンジングジェルっていうのを試してみようと思います。こんな商品です。ちょっとビニール剥ぎます。グッバイ毛穴です。で、私ちょっと前にファンケルのマイルドクレンジングオイルでメイク落としながら角栓もポンポン取れて、なんか毛穴の汚れすごいスッキリしますっていう動画を出したと思うんですけれども、今日やるのは重曹クレンジングジェルです。結構毛穴に特化した商品で、鼻とか顎のイチゴ毛穴とか頬のオレンジ毛穴が気になる人におすすめな商品らしいです。まあ、使ってみないとわかんないんですけど、これをね使った後に肌がホワホワするらしいんですよ。私そのホワホワっていうのをまだね生まれて一度も体感したことがないので、どんなものなのかすごく楽しみです。あとこれ重曹が入っているので、前から重曹のすごさっていうのは動画でよくお伝えしてるんですけど、まあ、すごく簡単に言うと古い角質汚れを落としてくれて、毛穴の黒ずみ予防とかにもすごく効果的なものです。まあ、毛穴に関する動画は、タイトル欄下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。ホワホワってどういうこと？気になるので、早速メイクを落としていきたいと思います。あ、そうだ。せっかくなので、どのぐらい落ちるものなのか、めちゃくちゃ落ちにくいティントを塗ってみようと思います。これから化粧を落とすというのに、マジで落ちないメイベリンのマットインクを塗ってから。ちなみに、マイルドクレンジングオイルは、このマットインクもしっかり落ちます。本当に一日中落ちないリップです。ちなみにこれは、マットインク20番のパイオニアという色です。出します。あ、ピンするの忘れた。ピン今日おでこファンデ塗ってないからおでこだけ黒い。もうだいぶ崩れてるね。あ、ちょっと好きな香りなんだけど、すごい弾力あるわ。てかなんかめっちゃザラザラ取れてる感じする。いきなり、なんかスクラブ入ってないのにスクラブ洗顔してるみたい。どういうこと？え、すごい、なんか前ピーリングジェルしたじゃん、あんな感じにポロポロなんか出てきてる気がする。やば、汚いのが出てきた。なんかめっちゃ固まってる、すごっ。顎ももうちょっとつけてみようかな。なんかめっちゃ弾力があるんですよ、このジェルに。ジェルに厚みがあるから肌触れてない感じです。めっちゃポロポロ落ちてる。何これ。じゃあさっき塗ったティント落ちるかどうかちょっとやってみます。これから落とすのにティント塗るってさ、なんかそういうチーズあるじゃん、せっかく詰めたチーズ割って食べるみたいな、ああいうチーズ、ブラータにすごい似てる。ちょっとよくわかんない。すごい、速攻落ちたんだけど、見た今、すごいクレンジング力もすごい。これね多分お風呂場でやった方がいいと思います。え、見て今のとこすごい汚れが出てる。アイメイクも落とします。早っ、手見てほしい、すごくない？だからメイク汚れと毛穴の汚れが固まってポロポロ出てきます。汚なあの、私気持ちいいからずっとこうやってマッサージしてたんですけど、メイクが浮いてきたらもう流していいみたいです。流してきます。ホワホワ感めっちゃ楽しみ。流してきました。ホワホワ、わかる？なんか私はホワホワっていう表現よりはキュッキュマット、キュキュマットですね。キュキュマットな感じです。キュキュサラマットって感じ。この手触りはね、やんないとわかんないと思います。さっき手でこうやってたから、手もキュキュサラマットふわふわです。すごい超サラサラです。今化粧水も何もつけてない状態です。キュッキュって感じ。私重曹洗顔が好きなので、普通に薬局とかで売ってる食用の重曹を自分の洗顔に混ぜて泡立てて、たまに重曹洗顔するんですけど、それするとねキュッキュってなるんですよ。でも今回のこれはなんかそのキュッキュだけじゃなくって、キュッキュプラスサラサラ、バリア張ってるみたい。なんて言ったらいいんだろう、なんか肌じゃないみたいな肌、ちょっとよくわかんない。毛穴の汚れも落ちた気がする。柔らかい毛
キュキュサラマットって感じです。今ちょっと乾燥してます。やっぱ重曹なので余分な皮脂汚れを洗い流したのでちょっと乾燥してるので、まあ多分皆さんお風呂で使うからお風呂を出た後化粧水つけるっていう工程でいいと思うんですけど、重曹洗顔とか重曹クレンジングした後はしっかり保湿してください。重曹洗顔した後くすみが飛ぶので、まあさっき化粧してたから分かんないと思うんですけど、いつもの肌色よりもワントーンアップしてます。これ思ったのが、別にメイクをしてない状態の時もこう、あ、毛穴気になるなって思った時に毛穴の汚れ掃除っていうそれだけのために使うのもありだと思いました。あとさっきも見ていただいた通りクレンジング力もすごいです。あっという間にメイク落ちます。しかもあのマットインクが速攻で落ちたでしょ。あれは本当にクレンジング力がないとあそこまでつるんとは落ちないので、リップティント使う人にもすごくおすすめです。唇もホワホワしてる、キュッキュッてしてる今。これはお風呂場に置いておきたいと思います。私クレンジングは使い分けてて、多分全種類のクレンジング持ってるんですよ。ウォータータイプ、オイルタイプ、ジェルタイプ、クリームタイプと全種類持ってて、その時の化粧とか肌の調子に合わせて私は使い分けてるんですけど、しっかりメイクの時はファンケルのこのオイルクレンジングを使ってて、そこまでがっつりお化粧してない時はジェルクレンジングを使うんですよ。でもこれはジェルクレンジングなんですけど、がっつりメイクした時もスルッと落ちてくれると思います。はい、毛穴なでしこだったので毛穴なでしこのお米のパックを使います。もうこれほんとちょっとしかなくなっちゃってる。私今ね冷蔵庫で冷やして使ってます。最近寒いからちょっとひんやりしちゃう。お米のマスクは生理中とか肌が敏感な時でも一切荒れずに使えるから大好きです。あ、最高。私今このクレンジングした後洗顔しなかったんですけど、ちょっと書いてないからわかんないんですけど、私しなくていいと思いました。あの十分汚れがしっかり落ちてるので、なんかこれで完結でいいかなって思いました。まあ気になる方は洗顔してもらって全然いいと思うんですけど、ちょっとこれ以上落とす汚れがないなと私は判断したので洗顔はしませんでした。うわ、なんかさらに染み込むって感じで、これが1200円、多分税抜き1200円でしょ。ファンケルのマイルドクレンジングオイルまあまあ高いもんね。1800円ぐらいする、ま、めちゃくちゃいいものだけどね。今日はね全然あのこれとこれを比べるために出したんではなく、どっちも素晴らしいものです。持ち運びできるのは多分こっちかなと思います。こっちあの首にこうカチッとはめるものをもう捨てちゃったら多分旅先とか持っていけなくなるのでって考えると、まあ持ち運べるのはこっちかなって感じ。まあ私はどっちも風呂場に置いておきたいと思います。あー気持ちいい。お米のマスク7、8分パックしました。気持ちいい。今日もいいスキンケアができました。短時間でしっかりとしたスキンケアができたので大満足です。お米のマスクいい。実はね今日いつもとライティングが違うんですよ。あのいつもリングライト使わないんですけどね、今日はちょっとリングライト使ってみました。でもちょっとね私目が痛くなるので、やっぱり今後どうしようか考えてます。今日は毛穴なでしこの重曹クレンジングジェルでメイクを落としながら毛穴の大掃除をしました。このホワホワ感はちょっとこれ使わないと味わえないのでぜひ試してみてください。商品の URL はタイトル欄下の概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。やば、気持ちいい。ほなねー。